マルちゃんサーモンが好きなんだっけ、うん、好きなだけ食べな。サーモン、アワビって美味しいかな。アワビはどうだろうね、あの硬いやつ、人によって違うかもしれない。アワビ1個食べてくれる？いいよ、半分だけも OK ですよ。だってアイラちゃんとさ、なんか多分服の趣味とかも違うんだけどさ、サーモンとさ、なんだっけあれだけ、服の趣味合うよ、そういうの可愛い。あ、そう、うん、よかったよかった。なんか何系って言うんだっけこれ、地雷、地雷、あ、地雷、地雷族だった。アイラちゃんどこで買ってる？あ、ほら、あの原宿に行ってるって言って、だから原宿とかお友達とか見てる時はそうやって買ったりする。あいちゃんガリは食べないの？うん、食べない。なんない。じゃあガールズバー受かるといいね。うん、普段のさ、店とかでもどうなんだろう、今不景気だからさ、店自体がそんな売り上げないんじゃない、うん、どの店も。何それ？これはね、炙ったよ、炙りまくる。あらゆちゃん、それ湿地の下なの？味噌汁、味噌汁か、美味しいね。ラオさんのやつ。あ、来たよこれ。アイラちゃんこれもう食べた。うん、じゃあこっちあげしんか。うん、やっぱサーモンが一番美味しいよ、ね。うん、でしょ。わさびとかは別なんだね。なんか見かけなくないよ、それ。アイラちゃんってさ、ご飯美味しそうに食べるよね。それアイラちゃんで。そう、うん、見ていて気持ちがいいんだよ、ね。だから画面越しとかでもこの人と一緒にご飯食べたいなとかするあ、食べ方が綺麗。ありがとう、うん、お箸がね、使い方がね、あの綺麗なうん、うん、これ1個食べてって、うん、ホタテとか生で食べれる、うん、あ、平気なんだ。結構あれは食べられないんだけど、硬い系のやつは大丈夫。1個もらうね、うん、いただきます。どう、まあ、そんな硬くない、思ってるカリカリ、ね、なんか美味しそうだな、お味噌汁。あさりとかあるかな。ちょっとお酢がなかったよ。なかった、ミニシャリとかもあるからね、あれちゃん。お刺身いっぱい食べたから。イカとか食べない？あんま好きじゃない？あんま好きだけど、他のが食べたい。あ、他の食べたいタイプ。このタイプ僕美味しいんだよな。わさびがさ、ここで回ってんじゃん。いる？いらない。いらない。麺汁物。ここでお寿司食べてんのにラーメン食べる人とかってすごいよ。めっちゃ食べれるよね。あ、ほんとだ、オファーのやつ。麺入りのやつしかないんだ。本日の一押し。
ちゃなんだっけ、新宿のあのなんだっけ、D なんとかとか言ってあのガールズバーみたいなやつ、SOD ラン、 SOD ランド、ズラフライ軍艦とか面白くないこれ、美味しそうだねこれね、頼んでみようか、頼んでみようか、ウズラフライ軍艦、じゃあ私もこれ買うのも、これ1個食べれなかった、無理にね、何でも食べることないからさ、唐揚げだ、すげえウケ、最近唐揚げにハマってってさ、唐揚げ美味しいよね、太るかもしれない、唐揚げはね、ちょっと揚げ物は避けた方がいい、シーザーサラダのさ、たぶんこんないっぱいあるじゃん、ちょっとめちゃくちゃいっぱい種類あるんだ、カニ風サラダとかチャーシュー軍艦とかさ、ツナサラダ、シーサラダ頼んだもんね、俺のこと、これだよね、握り鮭が食べたい、鮭サーモンパクチー、サーモン焦がし醤油、炙りジャンボトロ、サーモンレモン、サーモンレモン行くよ、あえるじゃん、行かない、もうお腹いっぱいなった、お腹いっぱいなった、あ、そっか、それ食べてるからね、じゃあ私はこれと、あとはパクチー食べよう、私さっきほら、これ取りに行ってたから、あんま食べてない、いただきます、マグロだから、これなんかさ、歯ごたえがあんまないよね、ファンの人にどう思うか質問してみていい、質問、うん、何何、アイラが髪の毛黒くしたらどう思いますか、化粧とかもシンプルにして、あ、でもそういう風にしてみたらある声が実はいっぱい来てるので、あ、そうなの、うん、だけど、いやアイラちゃん私のこと多分聞いてくれないんでって、うん、黒い方がいいよって、色が白い方がまずあの肌が綺麗だから、うん、あの光が反射するから綺麗に見えるんだよね、撮影する側としても助かるんだけど、白い方が黒いのは綺麗にするから、影が落ちちゃうから、来てたファンの人に黒髪がいいんじゃないですか、黒髪ってよりもシンプル化粧が見たいな、うん、でも黒髪とかになってさ、化粧とかすってみたいなさ、アイラじゃなくなるでしょ、あ、つけ麺を多くしとけばいいんじゃない、なんだっけ、同じギャルとかでもさ、みちょぱみたいな化粧あるじゃん、あっちにも振って振ってみれば似合うと思う、あ、大体あんなさ、加工とかしなくても色が白いと、色を白くするとなんていうか、光反射だけで結構なって、あの綺麗に見えるから、多分この動画撮ったら見たいとか言う人多いよ、黒くしてほしいとか、なんかさ、一番最初のやらちゃんに会った時とかってさ、病院にいたからさ、そもそも焼いてないから白いじゃん、あの時にすごい肌が出るから、今も言われてるけど、いや、すごいコメントいっぱいもらってるから、それにして、あのぐらいのメイクにして、黒い髪の毛っていうか、黒い髪の毛にして、で逆にエクステをつける、黒で、今日1時ぐらいに AV の人がかかってくる、マネージャーから電話が、うん、あれ、うずらのやつ頼んだ、うん、頼んだよ、来ると思うよ、うずらフライ軍艦って入ってるから大丈夫、あいらちゃんパクチー食べれる、分かんない、パクチー、あ、パクチーって分かんない、これすごいね、嫌いな人と好きな人分かれる、うん、YouTube 撮影だけでさ、うん、金がめちゃくちゃ稼げたらいいなと思うけど、あのね、YouTube って、うん、なんていうのかな、人数がいたとしても回転しないとそのお金が入ってこないし、私みたいに人数がまだそんだけいなかったとしても1回収益が1000以上だったら取れんじゃん、 でもあやちゃんがいると1万再生ぐらいだったじゃん、それでもスパチャとか投げてもらわない限りは1万ぐらい
回転してもやっぱり 3,000 円とかだと思う。だから、あの、副業としては正直時間がかかりすぎるし、あの、あんまいいと思わないんだけど。でも、アイラちゃんだったら、その、だんだんに増えて、あの、水規模で増えて、で、回転数も上げられれば、お金にはなる。思ってるよりみんなが勝手にさ、なんかアイラのことをお金にしてるとか言う人いるけど、全然経費とかもあるし、そんなのやってみない、やってみないで言わないでほしいよね。だって大変だったでしょ、登録するの、うん、めっちゃ大変だよな。だって住所とか入れて、で、その収益化になるまではお金降りてこないんだからね。で、降りてきてもすぐに降りてこないし、あの住所の登録とかもさ、アメリカから来るから1ヶ月ぐらいなんだかんだかんだ。だからお洋服が経費になるじゃん、アイラちゃんの場合は。そしたらさ、逆に私より経費かかるかもしれないじゃん、買いていましても。だからそのプラスマイナスで純粋な利益になるからさ。なんかどっか行って撮影するじゃん、 YouTube の人って。そうすると交通費とか全部かかってくるじゃん。で、遠くに行けば行くほど。お待たせいたしました。え、このコーヒー、はい、失礼いたします。食べていいよ、結構食べない。あ、食べていいか。なんか遅いからさ、忘れてたよ。まあいいよ、ゆっくり食べよう。だからそこのなんか経費とかがいくらかかるかで、デザート食べよう。うん、もしアイラちゃんを取らないで山に行ったとするじゃん。山に行ったってさ、逆に関西の山とか行ったらさ、めっちゃ交通費かかっちゃう。アイラちゃんにお金かかるらしいんでしょ。それもかかる。いるぞ。ああいうね。あの人連絡取ってみて。どこから連絡？あのツイッターなんか概要欄に貼ってあったから。あの人がさ、あのわけわかんないこと言ってたからさ、アイラちゃんはないって言われてたのにさ、なんもないって言ってたのに、あの人が貼ったって言ったから、あれとか思ってたの。騙されちゃった時に、本当かと思って。そしたら何だって言ってんの、この方が。コインランドリーに来たときね、なんか結婚しますとか言ってたら、知ってる、見たの、見た、うん、お金いっぱい持ってるんだって。だからね、あの、いろいろ買ってくれるらしいよ。そう、うん、お金持ってるの。動画で言ってたよ、なんかあの関係もあるから2,000〜3,000万だからね、こんなの買ってやるんだからとか言ってて、で、なんかお米を買ってアイラに持ってくとか言ってたんだけど、実際に米買って届けてるの私だろって話なんだけどさ、何も当てられない。でも、なんか届けますっていうのをネタでやってたの。ハグでも何でも買ってやるみたいなことして2000万円あるからみたいな。そう、なんでそんな叶うんだ。買ったりかもしんないじゃん。あ、見なきゃだってお金なんてあるっていくらでも言えんだからさ、モテたくて言う人もいる、うん、男はね、モテたくてね、お金があるっていう風に優勝いるから。出会い系とかでもさ、収入して何千万以上とかさ、そんなことね、
10% しかないからね、1000万で嘘でさ、うん、知ってるよ、年収1000万とかって 10何%でしょ、9%とかね、知ってる、前調べたもん、あ、調べたんだ、さすがやじゃん、お金に苦しいねキャバやってた、風俗で何番やってたとかさ、あとキャバとか調べたもん、うん、美味しそう、だから1回のみ1000万稼げたら自分はすごいと思わないと思う、1年間で前稼いでたけどね、うん、コストのせいでなくなっちゃったよ、あららもったいない、1億だよ、うん、1億使い込んでんだ、まあ、私はなんかほらライブ行ったりとかそういう感じだからさ、そういうとこ行かないからさ、あれなんだけどさ、ハマっちゃう人は本当にすごい好きだもんね、ハマっちゃうね、面白いな、そのやり取り聞いてみたい、電話かからなかった。後で電話してみる。あ、そう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 。後でこっちで撮影しながらさ、密室行って、うん、画面してみよう。ツイッターから。結婚しますとか言ってたんでしょ。結婚記念日いつなんだよ。あやらちゃんってでも優しいよな、優しい子もあやらちゃんってこの間違うしさ、そこすごいなんかいいところだね、唐揚げてこう食べないお腹いっぱいになっちゃったの、そうだよね、頼みすぎちゃった、うん、まあ、もう無理にあれする人もない、私もこれ乗り目こうなると思わなかったからちょっとやべえなと思って今食べて結構あったよね、うん、食べてるか思っちゃうね、うん、最初頼んでこれも食べたい、あれも食べたいって思って、いや結構食べたよ、私たち、うん、食べたよね、味噌汁も飲んでるし、あれじゃん、私は飲んでない分これでなんか感じちゃう、いつまで食べたって、この前のさ居酒屋みたいなとこ美味しかったよね、あー美味しかった、うん、その時もアイルちゃんがなんかサーモンとかさ、うん、食べてたよね、もう嘘だと思ってて、あんまりお腹空いてなかったからさ、アイルちゃん嫌い大嫌いに野菜盛り食べてたよ、アイルちゃん野菜嫌いなんだよね、無理やり食べてるらしいじゃん、野菜ジュースね、あでもまあ無理、嫌いなものとか無理に食べてさ、不愉快になるよりはね、何でも嫌いだよ、それが生野菜嫌い、あ生野菜嫌いか、お茶が美味しい、伝統いいかもね、伝統え伝統ね、はい、伝統突然電話して、うん、で私もやっちゃうかな、あすいません高橋ございますけど、いやそういう嘘は良くないだろうって私は思うの、他のことはまあいいとしてでもあったおかげであやれちゃんが気になったっていうのもあるから、そうなんだ、そうあどうなのかなって思わなかったじゃん、なんかわけわかんないもんとかダメだからさ、じゃあ何もあげてないんだったら自分であげようかなって思ったんじゃん、ガチャガチャ言ってあいつとか言ってるけど、いやだってさおちょくってるみたいじゃん、うん、うん、その時からあれちゃんのことは結構好きだったから画面で見てるだけだったけど、え何こいつって思ってて、ほぼほぼ会ったことないでしょあれ、なのにあれで結婚しようって言ってた人、そうそうそう、結婚しますとか言ってて、再生回数集めようとして、あやれちゃんと僕は結婚しますとか言ってて、あやれちゃん
写真を使って勝手に様で作ったパンに。そうなんだ。よく見てみるとあるよね。今も別に消してないんだよ。うまいことネタにしそうじゃないの。そういう能力は高いんじゃない。いないのにあれだけ再生回数伸ばしたの。でもあれはどうなの、あれは消してほしいとしてたの。コインランドリーのやつ1000円渡して、なんか出産で体調が悪くて1000円渡して、なんだろう、知ってる、しつこくなんかさ言ってきた人だったんだって。そうそうそう、それが鬱陶しかった、うん、それ1回だって。買った後に勝手にやって動画作って、あれじゃん、子供とか言って勝手にしたそうなのって。いやいや、あれすげえなと思って、どこまで大ぼらっけんだろこの人とか思ったけど。今さ、書いてある YouTuber、 あ、わかんないわかんない、なんかアイダの中の写真とか使って、あー、もしかして踊りとかやってる。そうそうそう、見た見た、見つけた。あれ何やる、あれはだからコラージュっていう種類のやつだよ。コラージュで、その葵ちゃんとがダンスしてるやつ、ミームとかいうやつで、だから向かミームのやつをアイラミームとかで作って、なんか再生回数伸ばしてるってやつでしょ。いや、面白いけどさ、私失礼だからちょっと勝手にできないんだけど、そういうの他人に。まあその人は別にいいやと思ってやってんだよ。でもあれ二次創作だと思うんだけどね、下の動画から撮ってる人があれと思うんだけど、誰もわかんない。最初なの。あじさんアットホームチャンネルのやつで、あのすごい白塗りのやつで、てん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 ってあれが好きなのよ、私。あれが好きなの。あれももう一回やらない。あの化粧を。顔なし。売ってる場所が、売ってる場所がわかんないよ、あの白いやつ。あれなんであの白いの。ホストに教えてもらったんだって、ホスト白いのつけるから。はい。だから教えてもらって、それを買って。あれでそんな白いのか。あのホストの人で、うん、あそんな白いの、ね、うん、知らなかった、うん、あでもなんかいいかもね、何か知っとる、うん、私もそれ知りたいよ、どんなホストなんだろう、もう分からなくなっちゃった。いや、ホストってどこのホストなんだろう、なんか生きるのあの葵ちゃんと一緒に写っている、なんかここが金髪でこっちが黒いホストなんてるじゃん。知らない。あ、その人は多分それ塗ってると思うんだよ、なんかめっちゃなんか血の気がないような、面白いよね。確か岡田屋あるじゃん。岡田屋あるね、あの新宿の、 あの岡田屋ってさ、裁縫とかも着れてる、下着とかね、うん、ここに買ったんだったら白いやつ多分。あれ舞台でしょうね、じゃあ。そうそう、もう売ってるかわかんない。あ、もしかしたらあれかもしんない。あのうちおかのがさ、なんかそのおことも先生なんだよ。でなんか白色化けみたいにして着物着てくんだよ。多分それと一緒だよ。お金になるやつ。多分それだったの。動乱にしようかな。あ、それをちょっと借りて自分で実験してみるわ。そんで白くなったらアイラちゃんとかに持ってきて、そしたらアイラちゃんこれやってって言うでしょ。うん、じゃあごちそうさまにして、お茶だけ飲ませて。あ、どうぞどうぞ飲んで。急ぐ旅じゃないし、早く、今日早く着いて。アイラちゃんってさ、早く着くよ、めっちゃ早く着くよな、ね、まだとか言って、いやいや、まだ着かない。いつも早いんだって、なんか、いや、家にいても最近だ、意外性だよね。身支度が早いんだって。で、なんかすごいさ、いろいろこうつけてるのにめちゃくちゃ早いんだよ。だからこの間のメイクの時も思ったけど、20分でしょ。私なんかさ、あのこんな地味なメイクしかしないのに、なんかこのつけまつげがうまくいかないってさ、こうやって2回ぐらいやり直したりとかするの。だから絶対30分ぐらいはこれでもかかる。そうなの、うん、まあ、これでだってパウダーが塗るぐらいなんで、私なんかそれなのに、あのトロイトロイとか日焼け止め塗ってさ、なんだっけ、ちょっと白っぽくない。で、もともと色が白いから、なんか逆にあのあれ塗ると黒くなっちゃうから、そのパウダー叩いて終わりなんだけど遅いの、うん、だからあやちゃん早くていいね。
分眉毛が描くとか全てのことに遅いんだよ。